ときめきメモリアルガールズサイド3、タバオさん親友ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はタバオさんと動物園に行ってきたところですね。で、今日はね、せいちゃんとイベントホールで、9月はあれかな、なんかシルクドソレイユみたいな、あれサーカスか、サーカスは違うな、あれシルクドソレイユはなんだろうね、ジャンル的には。でもサーカス的なジャンルでいいのかな。設楽先輩はまだ来てないな。行くぞ。あ、遅刻。うん。もう。なあ、今日の服なんか気合入ってないか。どうですか。どうって、まあ似合ってる。どちらかというとすごく。この服気に入ってくれたみたい。それ今流行ってるよな、どっちも。あ、そっか、同じ服タバオさんの時と同じ服できたから。どうですか。いいんじゃないか。流行り物って取り入れるの難しいんだよな。設楽先輩気づいてくれたんだ。これにしてよかった。ボケっとしてるとはぐれるぞ。開演までもうすぐだな。これはね、結構好きなんで。今日のイベント最高でしたね。あの変な帽子をかぶったクマはすごかったな。自転車に乗ったり、平均台の上を歩いたり。やったね、バッチリ好印象。こんな日もたまにならいいな。じゃあ。で、連休中にまだね、今月外出イベントの方を見てないので、今日見ちゃおうかな。じゃあ今日ね、編集して外出イベントの方をね、ここで入れたいと思います。前も言ったろう、ああいうのに答えちゃダメなんだって。ああいうのってどういうのだよ、具体的に説明してみろ。だから先輩と設楽先輩だ、喧嘩してる？こんにちは、何かあったんですか？いや、こんにちは。それがさ、こいつが遅れてきたから変な奴に捕まってた。僕のせいだけじゃないだろ。変な？キャッチセールスだよ、布団売られそうになってた。なるほど、多いですもんね。ただ話聞いてただけだ。布団は間に合ってるから買ったりしない。間に合ってるとかそういう問題じゃないよ。だからお前が遅れてこなけりゃあんなのに捕まらなかったんだ。遅れたのは確かに悪かったけど、電車が遅れてたんだからしょうがないじゃないか。連絡取ろうとしたのに携帯電話が繋がらないし。持ってきてないからな。はぁ、あ、いつもこれだ。いざという時に困るからちゃんと携帯しろって言ったろう。うるさいな、俺のは不携帯電話なんだ。意味がわからないよ。一体何時に待ち合わせてたんですか？2時。3時になりますけど。まあもう、今野がごちゃごちゃ言うから1時間損したじゃないか。
設楽がいちいち話を混ぜ返すからだろう。とりあえず移動しませんか？喫茶店とか。行く。こいつのせいで喉が渇いた。設楽が携帯を持ってればこんな無駄な時間は。さあ二人とも、どのお店にしますか？はあ、なんかこういうカップルいるよなとか思いながら、なんかね、いそうだけどね。ここでバイトしてるんだったな。あれ、行ったことありましたっけ？花…いや、風の噂で聞いた。物好きだな、お前も。初めてじゃない、多忙さ。今野先輩。あ、君か。よかったら一緒に帰りませんか？僕と？構わないけど。よかった、それじゃ行きましょう。今野です。あ、今野先輩ですか？藤谷です。ああ、こんにちは。何か用？10月18日に森林公園に行けませんか？大丈夫、その日は空いてる。よかった、じゃあ10月18日に公園入り口で待ってます。わかった、それじゃ。やった、早く10月18日が来ないかな。
そうかな。設楽です。あ、藤谷ですけど。ああ、何の用だ。10月25日に羽ばたき山の紅葉を見に行けませんか？なんで？一緒に行きたいなって。別にいいけど、断る理由もないし。じゃあ10月25日にバス停で待ってます。ああ。よかった。早く10月25日が来ないかな。お客様の雰囲気ですと、この色のブローチが似合うと思います。やっぱり素敵。本当に？それじゃあ、これください。お疲れ！バンビってば進め上手。そうなのかな？相手の気持ちで考えるようにしてるだけなんだけど。オッケーオッケー！それでいいって。最初からこうはいかないよ。よし、これからも頑張ろう。お。すごい、カレン尽くし。なんだろう、体育館入り口に女子の集団が。来た！あー！カレン様！捨て！あ、飛ばしちゃった。カレン様って、もしかして…お疲れ様です、カレン様！カレン様、タオルです！使ってください！ありがとう。ユリコ。カレン様！はぁ、名前を！カレン様、お飲み物を！ああ、ありがとう。ちょっと、今日のドリンク係は私！ちゃんと順番守ってよ。カレン様、こちらを。ありがとう。喧嘩しないでね。すごい人気。あ、バンビ。お疲れ様、カレー。これから休憩？そうそう、この後約束してたんだよね。ごめん、遅くなって。約束？してたよね。ああ、うん、してたしてた。よし、あっちで話そっか。それじゃあみんな、チャオ。バンビ、ナイスタイミング。本当にお疲れ様。いつもあんな感じ？まあね、モテる女は辛いぜ。なんて。本当にありがとう。はあ、向こうでこっそり休憩してくる。ちゃお。カレン、ちょっと疲れてるかも。もしかして遊園地にダブルデート来るでない？
ン B。 この感じはそうだよ多分ね。あーそう。まあいっか。あ、カレン今度の日曜日暇？暇だと嬉しいな。本当はねちょっと予定があったんだけど、まあいいや。どうしたの？遊園地の招待券もらったんだ。今度の日曜日一緒にどう？へえ、他にも誰か来るの？まあね、でも細かいことは気にしない。うん、行く。やった、じゃあ次の日曜日ね。楽しみ。今度の日曜か、一体誰が来るんだろう。ちょっとこの片方をね、てかどっちだろう、今んとこせいちゃんの方が高いのかな、こんなに生徒会頑張ってるっていうのに。パラのせいかな。だからせいちゃんは来るけど、ちょっともう一人が兄弟のどっちかの可能性あるからな。ちょっとそれはそれでしょうがないね。今日はカレンとの約束の日、そろそろ出かけなきゃ。これで先輩二人だとすごいいいんだけどさ、一人はランダムだからね。あ、いたいた。カレン、おはよう。グッモーニング、待ってたよ、バンビ。藤谷、なんだ、お前か。ナイス。あ、設楽先輩、今野先輩。今日はよろしく。楽しくなるといいな。設楽も文句言うなよ。わかったよ。いいけど、なんでこのメンバーなんだ。今日はよろしくお願いします。まあいいか。カレン、ナイスだわ。よし、全員揃ったね。さ、行こう。まずはジェットコースターでしょ。ジェットコースターだけ玉尾さんにしようかな。バンビ、誰と一緒に乗る？オッケー、行くぞ。うん、よろしく。誰と一緒に乗るの？これはどっちも嫌がるけどね。ふーん、そっかそっか。よろしく、花椿さん。できれば乗ってる間、笑わずにいてほしいな。乗りたくない。最後はやっぱり観覧車かな。一緒に乗りたい相手は誰？わかった、なるほどね。わかった、花椿さん、行こう。行くか。ああ、もう
時間だ。そろそろ帰ろっか。本当に来てよかったよ。またこうやって遊びたいな。まあ楽しかった。また来てもいいな。バンビは今日楽しかった？うん。ならよかった。じゃ帰ろう。はい、じゃあ今日はね、またこれ外出イベントの方をね編集して入れたいと思います。君も高校生なんだから、もっと冷静でいなくちゃ。そうだろう？はーい。カレンだ。今野先輩も一緒？カレン、今野先輩。ああ、バンビー。バンビ？ああ、君のことか。藤谷さん。ですか？カレンが何か。花椿さん、小学生と一緒にここでボール遊びをしてたんだ。小学生と？うん、バレーボール。すっごく楽しそうでね、仲間に入れてもらっちゃった。それはいいんだ。子供と同じ目線で物事を楽しめるというのは素晴らしいことだと思う。でも子供相手に本気になりすぎるのはどうかと思うな。ね、ほんの少し闘争心に火がついたっていうか。少しどころじゃないよ。全力でサーブを打ち込むからみんな怯えてたじゃないか。え？違いますって、あれはサーブじゃなくてスパイク。ごめんなさい。君に悪気があったわけじゃないのはわかる。これからは気をつけるように。いいね。はーい。うん、それじゃ。怒られちゃったね。やっぱメガネ取ればカラッと垢抜けるよ、会長は。ね、バンビもそう思わない？カレン、全然反省してないね。あれどっちだっけ、今日はタバオさんだっけ。ちょっと分かんなかった。カレンダー見よう。だよね、確かね。あ、そうだね、森林公園ね。じゃあ今日はね、タバオさんと森林公園にね行ってきたいと思います。先輩まだ来てないみたい。ごめん、待ったよな。大丈夫です、私も着いたばかりですから。それでも遅刻は遅刻だ、本当にごめん。今日はいつもより大人っぽく見える。そうですか？雰囲気が少しね。もちろんいつもが子供っぽいわけじゃないよ。先輩に気に入ってもらえたみたい。それ流行り物を合わせてるんだな。はい、どうですか？それぞれ個性が強いのにうまく組み合わせるもんだな。君のセンスにはいつも感心させられるよ。今野先輩気づいてくれたんだ。これにしてきてよかった。しっかり秋の風だな。少し歩こう。はい、お散歩日和ですね。
もうすっかり秋の装いだな。いやもうこれですね、読書の秋ですね。うん、僕はそのつもりだ。君にもおすすめを貸すよ。やったね、バッチリ好印象。今日は楽しかった。誘ってくれてありがとう。さあ帰ろうか。タマオさん、今野先輩。あ、君か。よかったら一緒に帰りませんか。僕と？構わないけど。よかった、それじゃ行きましょう。そろそろ本当は冬物が欲しいんだけど、どこにかしてね、ジェスのバーゲンの日までちょっと耐えしのぎたいと思います。遅れちゃった。設楽先輩は、あ、もう来てる。遅れてすみません。遅い。ごめんなさい。うるさい、行くぞ。それ今流行ってるよな、どっちも。どうですか。いいんじゃないか。流行りものって取り入れるの難しいんだよな。設楽先輩気づいてくれたんだ。これにしてきてよかった。うん、ちゃんと色づいてるな。それじゃあ行くぞ。真っ赤だな。まあ、これだよね。山がすごく綺麗。遠くから見るのとは全然違う。やっぱり実際に足を運ばないとこの感覚は味わえないな。やったね、バッチリ好印象。こんな日もたまにならいいな。じゃあ。若干時間が余ってるからちょっと駆け足で文化祭前までやっちゃおうかな。火災の準備すごい。ブップブーがすごいんだよな。我々生徒会執行部は文化祭運営を任されます。責任ある仕事ですので自覚を持って臨んでください。藤谷さん、文化祭は2週間後だ。大変だけど一緒に頑張ろう。はい、頑張ります。ちょっとブーがすごいからセーブしとこうね。
お、最近よく先輩たち、どっちかが来るな。したら先輩。一緒に帰ってもいいですか？なんで？そうしたいなって思って。たまには歩くか。よかった。それじゃあ行きましょう。あ、ちょっと下校入ったから若干長くなっちゃった。まあ、いっか。文化祭まであと少しですね。だから？設楽先輩は何やるんですか？さあ。クラス出展とか。何が聞きたいんだ、お前。だから、文化祭の予定を。聞いてどうする？遊びにでも来るつもりか？はい。誰が言うか。何やるんだろう。あれ、ホストクラブは1年目だっけ？いや、違うな、2年目だよな。2年目だよね、確かそう、ホストクラブなんだよね。あ、間違えた。寝ようと思ったら間違えちゃったけど、まあいいや。じゃあ、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。